ックレースはこの後、今選手がスタートラインに戻ってますが、選手をご紹介しましょう。1番日本記録保持者鈴木川本翔、2番鴨屋体育大学岡村壮太、3番鴨屋体育大学佐藤朱里、4番スマイリー早川龍斗、5番アークエール金子美久人、6番武雄 AC 花村拓人、7番山梨学院大学寺西美月、8番レディ薬局山田宗志郎、9番アミ AC 高橋壮、そしてペースメーカーは NTL 源博樹、以上10名で間もなくスタートです。男子 800m A レースがスタートしました。ペースメーカー源くん NTN、 最初の 400m を52秒で通過します。はい、12、13、14、15、先頭が源くん、続いて川本くんが前に出てきました。そして金子くん、24、25、25秒0、少し落ち着いていきましょう。緑のライトの少し前、はい、35、36、37、38、39、はい、間もなく 400m、 47、48、49、50、51、52、川本君で52秒0、緑のライトが1分46秒、そして白が1分48秒0、64、65、66、65秒5、後ろから金子くん上がってきました。そして岡村くん、神奈川体育大学、77、78、79、79秒8、ラスト 200m、 白いライトの横、1分48秒0のペース、1分31、32、33、34、35、36、1分39、40、1分43、44、45、46、47、48、1分50、51、岡村君1分47秒05の自己ベストです。さあ、この後は表彰になります。表彰は2つありまして、最初は女子 800m A レース優勝の岩谷産業塩見彩乃さん、